こんにちは、ヨスです。今回は耳コピができるようになりたいと思っている方に向けて、間違った方向に行ってしまわないように気をつけるべき点などをお話ししていきます。まずこの動画に検索でたどり着いた方、多分耳コピコツとか耳コピのやり方とか、そういったワードを使って検索してきたんじゃないかなと思います。で、そういう方が求めていることっていうのは、十中八九音を聞き取れるようになりたいということだと思うんです。出てる音を聞き取れるようになりたい、それつまり耳コピできるようになりたい、なんかコツあるかなってことだと思うんですよ。で、そういった方のために最初に結論というか現実をはっきり言うと、コツないです。コツなんてものはありません。さらに、なんかもっと簡単にみたいなライフハック的ななんかあるかっていうと、そんなものないです。なぜなら耳コピっていうのは、出てる音、聞こえてくる音をドレミに置き換えて判別するっていうだけの非常にシンプルな作業、ただそれだけだからなんですよ。ただそれだけなので、コツも何もないよねっていうことなんですよね。で、それができるようになるためには、自分の耳、肉体的なその耳感覚の鍛錬を日々積み重ねていくしかないです。ちょっとずつちょっとずつ積み重ねていくしかないです。で、こういった情報を探しているときに、おそらくね、こういう情報にもぶつかったことあると思います。それは予測するっていう話、予測して音を導き出しましょうみたいな話、それは耳コピのコツっていう話と、まあ、付随するというか、ワンセットというか、なんならその話の中身全部それみたいなね、あの感じだったりするんですけれども、この予測するっていうこと、これがね、ちょっと気をつけてもらいたいことなんですよ。で、こういった話の中身、まあね、例えばね、メロディーを取って、で、そこで使われてる音から、なんかあのキーを導き出して、スケールがなんかうんたらかんたらで、でベース取りましょうみたいなね。で、ベース取って、そこからコードを導き出しましょうみたいなね。で、なんか原曲と比べて、なんとなく間違ってるか、なんとなく合ってるか、それで判断しましょうみたいなね、なんかそんな話なんですけど、これはね、楽曲分析の範囲なんですよ。耳コピじゃないんですよね。超音じゃないんですよ。音聞き取りましょうっていう範囲の話じゃなくて、楽曲分析の範囲なのね。だからもう、そもそもそこ全然違う話ですよっていうことなんですよ。で、さらに、そうやってね、理論的に、まあ、例えばキーとか、あのスケールとかね、あのコードとか言ってる時点で、もう理論の話に入ってきてるわけだから、まあ、そうやってね、理論的なことから導き出した音が原曲に比べて合ってるかどうかなんて、誰が判断するんですか？それコピーできないって言って悩んでる自分ですよね。できない人が人の回、まあ、一つの答えを合ってるかどうか採点するって不可能でしょ。で、できないからこそ、もう時間かけて集中してこうなるよね。そうすると、この間も話したけど、あのゴードン・ジェイコブさんの、ね、著書の中で話もしたけど、もうバカになっちゃうわけですよね。耳も頭もバカになる。まあ、僕のね、昔作った曲でね、聞きすぎはやばいよっていう話のね、動画もありますから、まあ、興味あるのでそれも見てください。で、もう合ってるかどうかなんかわからないし、その感覚っていうのも、もうバカになってる上、人によっても違うので、自分で、まあ、なんとなく合ってるか間違ってる判断しましょうなんて、そんな不可能なんですよ。不可能なのね。で、だからまずその分野違いのことだし、楽曲分析っていうね、分野違いのことだし、自分で判断するっていうのもさらに不可能ですよって話なので、これも間違いなんですよ、予測しましょうなんていうのは。だからこれ、気をつけてください。耳コピできるようになりたいと思っている人が求めている情報ではないはずです。で、ここでね、ちゃんと認識してほしいことは、出てる音を耳で聞いて、要は肉体的に判別していく、そこで、結論を出したその音と、知識、理論的な知識から導き出して、決め打ちして、きっとこうだろうって思った音、その作業の、その導き出す過程、作業の違いですね。で、この作業の違いで、何が変わってくるかっていうと、後者で、その要はね、知識から予測してなんてね、やってると、これね、聞き取る力ずっとつかないですよ。耳の力が全く育っていかないです。聞き取る力っていうのが全く育っていかないので、本当に耳コピがやりたい、まあね、もっとね、なんかサクサク、いつも時間かかるからサクサクできるようになりたいなと思ってる方、もうそれは耳を鍛えるしかない
っていうのが答えなんですけど、それを求めているにもかかわらずこうやって知識で予測しましょうみたいな感じでやってたら、ずっといつまで経っても伸びません、成長しません、うん、でこういうことをやってると理論書はね、ポピュラー理論なんか自分でかじったりして知識だけは増えていくんですけど、耳が全く育っていかないのね。そうすると耳と知識がこう合致しなくなっちゃうんですよ。もうずーっとこうずれまくってる。でずれまくってるのに知識ってカウントできて、なんか自分が何かやったって認識しやすいことだからできるって勘違いしちゃうんですよ。勉強してきて時間もかけて1知識2知識3知識身につけたみたいな感じでカウントできちゃうもんだから、できたって勘違いしちゃうのね、耳が全く育ってないのに。だからもう全然すり合わなくて、実際に曲とか作るような実践になると全然使えないんですよ。全くその曲もおかしな音遣いするし、コピーしてって言ってもまともにコピーもできないんですよ。だって自分が今までやってきたコピー、予測でやってきたコピーが合ってるわけないじゃないですか、ね、それが判別できる耳がない自分が判断してやってきたから、同じ間違いをずっと間違い続けてるんですよ。なんならもう同じ問題が出されても違う間違いを毎回出すみたいなね、そんな感じでやっちゃうのね。そういう人がよくまあやりがちな間違いをちょっと一つ挙げると、例えばこうキーが C でG のコードね、出してるような場所があったとしますよね。そういう頭でっかちな人が耳コピーすると勝手にセブンスにするんですよ。だからね、こういうのは本当によくやりがちです。まああのあとね、まあ分かんなかったり、分かんないところで言うと、よく当然ですけど、原曲が間違ってる音遣いっていうのは当たり前にありますよね。音がぶつかってるっていうようなね。だから例えばさ、ドミナントで、まあ、こういうね、片やコード楽器がこういうね5分の2で出してるのに、もう片っぽが勝手にフラットナインスでドミナントしてるとかね、こういう時もあるので、もうそうなると音的にもうこうなるんだよね。だからこうなるともうそれはそういう耳が育ってない人わからないから、なんか知識で、5度セブンスに違いないみたいな感じでこうだみたいな、ね、いやそれ違う違うってなるわけだけど、もう本人はわからないと、とかね、あとね、普通に151とかなってるのに1なんか251みたいな感じで、勝手になんでそこ25にしてんだよみたいな時もねありますし、だからそうなっちゃうのね。だからそれって耳が育ってないから気づけないんですよ、わからないよね、全然わからない。で聞こえてくる、イメージする力もないってことは、それを曲をじゃあ作ろうってなった時も当然ですけどできないんですよね。変な音遣いばっかりになっちゃうという感じになっちゃうね。でね、これね、予測するっていうのね、ちょっと危険なんですよ。危険な魔力があって、なんかかっこよくない？予測する、俺が今まで身につけた知識をもとに次の音を予測するぜみたいな、ちょっと俺かっけえみたいな感じになるよね、だから、まあ、それで、まあ、知識ばっかりなおさら身につけていってしまって、また俺は予測できるスキルのレベルを上げてしまったみたいなね感じで、まあそんな感じになってきて、ずっと成長しないんです知識ばっかり、頭でっかちばっかりになっちゃって、なので、まあ、ちょっとこんな中二臭い感じに陥るような危険なところもあるので、このね、予測するっていう話、これが耳コピのコツなんだと思って認識してしまうっていうのは非常に危険なのでやめてください。でこれはね、僕もね、昔初めてこの話を聞いたというか目にしたんですが、それはね、やっぱね、ネットでしたね。当時はね、まだ 1200bps とか 2400bps なんかピューピューギーガーとかなんか言ってる時代ですよ、ダイヤルアップ接続でね、それだから草の根 BBS みたいなね、そういうで音楽系のフォーラムとかでなんかこういう書き込みがあったりするわけですよ。で、まあ、予測していくんですみたいなね、が書いてあって、なんかこう今僕話したみたいなことが書いてあったりするわけなんですが、とだから当時は僕は、まあ、高校生だったかな、だから全然分かんなくて独学だったしね、なるほどそういうもんなのか、なんかね、もっともらしい長文で書くんだよね。こういう人ってやっぱ頭でっかちだから、なんでかな、言葉はいっぱい知ってんだよ理論の言葉とかね、でも実際の響きとかは耳は全く合ってないと思うんですよね。
だからまあ本当に、あ、なんか本当詳しい人なんだろうなみたいな感じで、うん、そういう人は書いたんだろうなみたいな感じで、僕も勉強になるぞみたいな感じで思ってて、なんか、うん、コピーするときは、うん、よし予測な、きっとここは次はこう来たから、この進行だ、次はこう来てるはずみたいな感じで音を導き出して楽曲コピーしてたりとかね、まあ続けてたんですけど、全く、耳は成長しません。感覚成長しないです。しなかったですね、うん、だからネット上でしか僕はこの情報見たことないですね。リアルで音楽家がこれ言ってることを僕は聞いたことないですね。そういう人を目の前で見たことないです。あの耳コピね、楽器、あの耳コピするときはあの必ず予測してなみたいなねそんなこと言ってる人ね、人の見たことないですね。で、あのだって聞いた音そのまま判別するそのまんまじゃんって、ただそれだけの作業じゃんっていう話だから、なんもないですよそれだけで、それ以上話膨らまないのね、うん、っていうだけの話なんですよ。で、だからでそうやってやってきた時、僕は今振り返ってみても思うのは、何も成長してないですね。耳が成長してない、頭でっかちになっただけでした。もうなんかうんたらかんたら、うんちくこねくり回して言い訳しやがってみたいなね、そんなみっともない状態になってましたね。で、僕が実際に耳が成長しだしたのはやっぱ人に習ってからですね。要は先生が相手バーって音出してくれて、でそれを採譜するんですよ。でそれで答え合わせしてっていうね。で、まあ、あとは自分で耳コピしたやつを、要はその友達に聞いてもらったりね、あの、まあ、僕よりできる人っていうのはたくさんいましたから、幸いなことにね、自分よりできる人がねすぐ隣にいるとは本当幸せなことですからね。で聞いてもらって、あ、ここ違うよとかね、言ってもら指摘してもらったりとかね、だからそんなことで言われると分かるんでね、もう自分でコピーしてる時ってもうこうなってる、できないがゆえにもう集中しまくってて、もうなおさら分かんなくなってる。まあね、他の動画でもね僕言ってますけど、昔のね僕の作った曲聞かせ、あの聞いてもらいながらね、ちょっと耳バカになってるとこんなのが聞きすぎるのやめろよっていう話にしましたけど、うん、もう全く気づけないことっていうのは言われたらまあ分かるんだよね、冷静になってみるとね、うん、っていうようなことをまあ積み重ねていって、要はその採点してくれる人がいるってことなんだよね、大事なのは、うんうん、でそういうことをやり始めて、こう1年2年って経っていって、あ、なんか音聞き取れるようになってきたなっていう、うん、あの実感が持てるようになってきました。まあだから1ヶ月2ヶ月とか そこらでできるようなことじゃないですね。そんなんでできる人はもう天才です。もうそもそもなんか人としてのスペックが違うっていう、うん、感じの天才ですかね。だからまあ、そういう一部の天才を除いては、そうやって年数を重ねて、ようやくちょっとずつ実感できていくことなんだなと思っていた方がいいと思います。でね、まあそのちょっと危険な魔力があるので、予測するっていうね、この予測ってことなんですけど、このね予測って耳コピする上で全く出てこないかっていうと、そんなことないんですよ。これね、実はほぼ必ずと言っていいほど必要になります。例えば楽曲1曲完コピする、まあ、カラオケ制作なんかもそうですけどね、そういった場合楽曲を全部打ち込んでいこうってなった時、そういう時に予測っていうのは絶対と言っていいほど必要になってきます。で、そのね出てる音を、その出てる音、出てる、まあ聞こえる音ね、出てて聞こえてくる音を判別するための予測じゃないんですよ。今言ったみたいにね、最初に言ったみたいに、まずメロを取ってその音でキーを判別してみたいなね、そのじゃない、そのそこで予測じゃなくて、もうミックスで、そのねオーディオ芸術として完成されているその原曲でマスキングされてて、もう絶対聞こえなくなってる音、聞こえなくなってる音を明らかにするために予測が必要になるんですよ。で、この予測に必要な知識っていうのは理論ではなくて、楽器の構造上の知識だったり、演奏上の技術的な知識だったりっていうことです。で、それが必要になってきます。で、それをもとに予測っていうのを使って聞こえない音を明らかにしていくんです。その作業はほぼ間違いなく必要になってくるので、その段階では予測っていうことっていうのは必要になります。だからもうこれ最初に言ってる予測と全然違うっていうのは分かりますよね、うん、ミキシングで聞こえなくされてる音を、それで取れるように再現してやると、ためにね、本当にさ、ちょっと上の方、上の一番トップのリードしか聞こえねえみたいな楽器あるじゃないですか。結構大所帯になってて埋もれてたりすると、もうなんか下の方とか結構がっつり削られて引っ込められてるみたいなね、うん、でだからああいうのを撮る時なんかはもう本当に聞こえないから、
そのわずかな音から、あここのこのパート、あー要は例えばね、こういう、あこの B メロのところでこういう音が聞こえてくるってことは、これ多分コードバッキング主体で何かやってんなみたいなね、だそういう予想っていうのが、その楽器の構造とか演奏の技術、まあ、またはね理論的にもまたちょっとこう必要だったりっていう部分もありますが、多分こういうボイシング、なんかレフトハンドボイシングとかしてんのかなとかね、あ多分こういうことやってんなっていうのが予想できて、でそこから演奏を導き出すと、いうようなことでね、昔ね本当にねエンディングの最後の方でピアノがちょこっと聞こえてきたことあってびっくりしたんだけど、ピアノがタッてなんか聞こえてきて、ん？何？ってなりましたね。もうほとんどもう完成だってなってたんだけど、ピアノがちょこっとエンディングで聞こえてきて、あれ？ってなって、そのピアノあれそこで入ってきて、その音出してる、その1音聞こえてくるってことは、それかなり弾きまくってるぞ後ろでってもうそのみんなそれしかもうなくて、あじゃあこれ全部入ってんなってなって、もう全部作るみたいな感じになったことっていうのはありましたね。まあ、あれは本当びっくりしましたけど、だからよく、まあ、ギターのね、あのコードバッキングなんかでもね、まあそういうのは常に必要になってきますよね、うん、とかね、まあそういうことがあるので、そういう段階での予測っていうのは必要なんですが、まず最初にコードを割り出しましょうとか、鳴ってる音が何か予測しましょうみたいな、そういう段階での意味での予測じゃないです。それは違います。それは例えばね、 A メロ、この曲は A メロ B メロ C メロでとかね、そういう楽曲分析の範囲になってくるわけですよ。なので耳を鍛える、耳コピができるようになるっていう意味で耳を鍛えるたいって言ってる人が求めているものではないので、違う方向に時間を使っているので、いつまでたっても耳は良くなりません。あの聴音という意味での、ね、耳は良くならないです。なのでここちゃんと認識しておかないと、無駄に時間を過ごして年数重ねるだけになって、こうやって伸びていかなきゃいけないのに、こうやって曲がって伸びてしまいます。これを伸びてると言っていいのかどうかわからないんですが、何もかも合致しない状態で年数だけ積み重ねていって、なんか自分はできるみたいな錯覚を起こしてしまうっていうね、これ、僕なので、僕の実話なのでですね、本当に気をつけてください。こうなるとこっちに行くのにかなり苦労しますよ。さらに、幸運な優秀な先生との出会いとかも必要になりますし、もう自分一人で直すとかいうのはもう不可能になってきますから、なんか考えを改めてよし一から勉強しようみたいな、絶対無理だから、だから本当に気をつけてください。で、コツっていうかね、最初の方にもちょっと触れましたけど、まあ、コツ的にじゃあどうやって耳コピーできるスキルを伸ばしていくのっていうことなんですけれども、まあ、自分でとりあえず撮って誰かに聞いてもらうっていうのが一番いいです。誰かに、自分では冷静になれないからね、もう耳も頭もバカになってるから、でだから、そうやって採点してくれる人、まあだから今時だったらね、みんなスマホも当たり前にあるし、ネットも当たり前にあるしで、まあ、なんかどっかなんか間違ってるとこ指摘してほしいですみたいに、例えば YouTube で動画で上げてたら誰か見てここ違うぜみたいにね言ってくれる人もいるかもしれませんし、まあ、Twitter なんか使ってもいいと思いますしね、そうやって、まあ、誰かしらこう客観的な目線、冷静な目線で耳のいい人、自分より耳のいい人ですね、そういう人に採点してもらうっていう感じで、なんかこうそういうのをアップし続けるチャンネルとかでも面白いんじゃないですか。だからそうやってね、成長していく過程を見せていくっていうのもありだよね、まあそんなところで利用してもいいと思いますし、あとは自分一人できっちりと集中してコピーするっていうね、これだけじゃなくて街中歩いてる時とかでも街頭で聞こえてくるメロディーなんかね見てね、ああこのメロディーはきっとこういう音かなみたいな感じで、できる限り一生懸命想像イメージするんですよ。でそれを、まあ、寝てる時間以外は全部頑張ってください、っていう風にやっていって、何ヶ月何年って1年2年ってなってくると、あだいぶ音取れるようになってきた、で取った音が正しいかどうかもちゃんと判別できるようになってきたっていうところも認識できるようになってきますから、
とにかくそれを毎日毎日積み重ねるしかないです。それ以外、その肉体的な鍛錬をコツコツとちょっとずつ積み重ねていく以外に耳コピができるようになる手段っていうのはありません。予測するっていうのは、おすすめしません。これは全然違う方面の分野の話であるし、無駄な努力です、耳コピからしてみればね、ということなので、その辺気をつけて耳を鍛えていくっていう目的とちゃんとやってること努力が合ってるのかっていうのをきちんと認識して、やっていってみてください。ということで、よろしければこれはチャンネル登録よろしくお願いします。終わります。ご覧いただきありがとうございました。安でした。ではまた。